どうすんの。マスクゾーリモリ。はい、こんにちは、マロです。だんだん近づいてまいりました今年の WWDC、メインの発表となるのはですね、iOS13 と MacOS10.15、 おそらくはこちらになると思うんですけども、今回はですね、なかなかの神アップデートになるかもしれません。今回はね、それをお伝えしましょう。6月に発表される iOS13 でですね、こちらの iPad でですね、マウスが使えるようになるかもしれないんです。以前からですね、 iPad でマウスが使えるようにしてほしいという声が非常に多かったんですが、今回はね、それが実現するかもしれません。というのはですね、著名な開発者が Apple がですね、 iOS でマウスが使えるようになるプラットフォームをですね、開発中であると発言しているんですね。今までですね、 iOS や Mac でですね、数々の情報を発見しているスティーブ・トラウトン・スミスさんは Twitter でこうつぶやいてます。私の知る限り、それは確かに開発中です。結構ね、多くのアップル の、 その情報通の方も同じ発言をしてまして、開発中であることは間違いないと、コメントを述べてます。ですから今回の iOS13 のね、アップグレードで、使えるようになる可能性は非常に高いんじゃないかなと思います。それにはね、マジパンというプロジェクトも大きく関係しているみたいなんですよね。このマジパンというのは iOS のアプリを Mac で動作できるようにするプロジェクトです。iOS と MacOS の統合の話が出てきてますけども、統合自体はせずに、ただ iOS と同じアプリを Mac で、動作できるようにする、こういったプロジェクトをね、進めてるみたいです。例えばアプリって iOS の方がアップグレードの頻度がすごく多いんですよね。だから MacOS のアプリの方はそのアップグレードされずに結構放置されてるみたいなんですけども、そういったね、 MacOS では止まったままのアプリが iOS ではどんどん進化していく、そのアプリを MacOS で動作させるといったメリットがあります。そして MacOS で iOS のアプリを使えるようにするということは、当然マウスにも対応するということなので、その逆もしかりですよね。iOS の、端末でもマウスを使えるようにすることによって、iPad でも Mac でも違和感なく使えるようにすると、これは自然な流れかもしれませんね。そしてですね、 MacOS でも大きなアップデートが噂されてまして、こちらの iPad がですね、標準機能で Mac のサブディスプレイとして使えるようになると言われてます。これ実現したらマジで神アップグレードですよね。そんな話も出てますので、実現するか否かは不明ですけども、この iPad と Mac の連携性っていうのは、マウスを含め、このサブディスプレイ化を含め、どんどん強まっていってるんだなと実感します。ですから iOS で iPad の進化の部分が非常に多いのかなとも思いますね。これはぜひ実現してほしいですね。ただ iPad でマウスを使えるようにすると、じゃあもういっそパソコンでよくねってなりますよね。それならね、この Surface Pro を買った方がいいんじゃないかと言われますけども、iOS には iOS のね、すごく快適な、軽快な使い心地があるので、そしてね、オフィス関係を操作するんやったら確かにマウスは欲しいかなと僕も思います。ついていても損はないんじゃないかなと思います。やはり細かい操作とかだとマウスの方がしやすいっていう場面もありますので、これは悩ましいところですよね。というわけで今回 iOS13 のアップグレードでマウスが使えるようになるかもしれないという話でしたが、いかがでしたでしょうか。実現したら下でね、パソコンとの区別化がちょっと難しくなるような気もしますけども、ついていて損はない機能ですよね。欲しいっていう方も非常に多いと聞きますので、まだ皆さんのご意見もね、コメント欄でぜひ教えてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方お願いいたします。今回の iOS13 はね、結構大きめのね、アップグレードになるかもしれませんので、今年の WWDC はかなりね、期待できるんじゃないかなと思ってます。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオです。